京西テクノス株式会社は、計測機、医療機器、通信機器の製造、修理、システムネットワークの構築、運用管理を行う企業。東京都多摩市に本社を置いている。1946年に設立された京成電機、研究所が母体となって、2002年に京西クリエイトとして、東京都渋谷区で設立された。2008年に、 玉式業誘致条例に基づく指定企業として現在地に移転した、計測機、医療機器、通信機器分野における電子機器の設計、製造から運用管理までを行っている。また、他社製品も含めた機器の保守、修理サービスを展開し、メーカーサポートの終了した電子計測機修理ビジネスで2008年、 東京都ベンチャー技術対象奨励賞を受賞するなど、環境への配慮など、時代のニーズを的確に捉えた、新事業で注目されている。ABK にしてくノス株式会社第 E19 期決算広告、原正樹、強みとニーズを結びつける、新事業で、アフターサービスの常識を変えた、企業診断55号、同友館、2008年、6から11ページ。吉村克美、 電子機器製造から、あらゆる機器の保守、修理サービスへ展開マイナス K にしてくのす、商工ジャーナル412号、2009年、18から20ページ。認定事例から学ぶ、新連携 J ネット21、中小企業ビジネス支援サイト、第4回多摩ブルーグリーン賞受賞者決定。多摩信用金庫。2011年11月15日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2021年4月7日閲覧。第5回勇気ある、経営対象東京商工会議所、東京商工会議所回答賞受賞、経営ニシテクノス経営ニシテクノスベンチャー技術対象、奨励賞受賞多摩ニュータウンタイムズ。ありがとうございます。